こんにちは。人生100年時代後半を農業で稼いでいる品川です。さて本日は2月から3月の作業、こちらをやってみましょう。まずは荒川萩。荒川が増えてきますと農薬を散布しても外側の皮の部分だけにかかってしまい、中に虫が潜んでいたり病原菌が潜んでいたりする確率が高くなってしまいます。そのようなことを防止するために荒川を剥いでおく必要があります。では早速やってみましょう。いかがでしたでしょうか。このように荒川は必ず剥ぐようにしてください。ただし必ず寒さが明けてからやってください。極寒の時にやってはいけません。暖かくなるかなぐらいの時に必ずやるようにしてください。次に水揚げの観察を行いましょう。まずは水揚げとはどういう状態であるか、こちらの写真をご覧ください。このように剪定した枝の先から水が少しずつ染み出てくる、滴り落ちてくる状態、これを水揚げと言います。ブドウの根っこが動き水を吸い、ブドウの体に水分が入ってきている、さあこれから芽を出すぞという準備のサインです。毎年とても楽しいサインです。これを必ずよく観察するようにしてください。そしてこの水揚げのサインが出てきましたら灌水の開始です。ブドウは落葉果樹ですから、冬の間はポットで栽培している場合でも週に1回か2回水を少しあげるだけで十分ですけれども、春になって水揚げが起きた状態、これからは毎日お水をあげるようにしてください。そして芽が出てくる2週間ぐらい前、まあ、大体10日から2週間ぐらい前でしょうか、そのぐらいの時期からは多くたくさん水をあげるようにしてください。ここでたくさん水をあげることによってブドウに発芽を促す効果があります。この水あげの確認から本格的灌水の始まりの時期、この辺は去年のデータ、一昨年のデータなどを参考に決めてみてください。とても大切な時期です。この灌水の量を増やす時期、この時期と同時に施肥を開始してください。当園の場合は全て液肥を使っておりますので、この時期に液肥を水と一緒に加えるようにしています。液肥ではなく固形の肥料を使っている場合はこれより先に散布をしておくといいでしょう。いかがでしたでしょうか。2月末から3月の初冬の作業、荒川萩、水揚げの確認、水揚げを確認した後の灌水と施肥のスタート、これらはタイミングも重要ですので日々の観察をしっかり行い、今年もいいブドウができるように頑張っていきたいものですね。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。では。